こんにちは、マリです。今日は肩甲骨動かしていきましょう。あと胸を開いていく。デスクワークとかでこうガチガチ、長時間ガチガチになっちゃって肩が前に入っちゃっている人、胸が閉じちゃってる人、そういう方には有効なのでぜひやってみてください。ではでは、マットある方準備してください。ない方はバスタオル、大判のものを用意していただければ全然大丈夫です。で、足幅はポイッて座った時にお尻がパタンとはまるぐらいの幅開いていきます。で、マットの隅をしっかりと握っていきます。では肩幅より広めで、膝を骨盤の下に持ってきて、では45度ぐらい肘を伸ばした状態です。肘曲げないように。で、この状態でぐーっとお尻を上に突き出して胸をマットに近づけていきます。で、マットに近づけた胸を前に進めていきます。胸、マットに押し付けて前に進んでいくイメージです。でも、ここでマット握って肘伸ばして耐えているので胸前に進んで腕はこっちに行きます。お尻の方なので肩甲骨が下がっていく、腰の方に動いていく。グー、胸前に押し出す。肩もちろん下げた状態で、で、注意点はお腹出っ張って腰反らないように。腰悪い人はこれやめときましょう。しっかりお腹硬くして腰に負担をかけない状態でぐーっと胸を押し付けて前に進んでいく。肘曲げずにマット耐える。で、開いて肩甲骨寄ってめっちゃ気持ちいいです。で、顔もガクンって首反らないように下向いてグー伸ばしていきます。よいしょ。で、しっかり伸びたら少し逆に伸ばしてやって、はあ、肩甲骨そうで、イメージはよいしょ、骨盤見えるのかな、腕伸ばせてこうじゃなくてこう下がっていく感覚です。それではやってみてください。